Train, bound for Iwakuni. 次は宮島口です。ご視聴ありがとうございます。旅する生き物男子のバオシンです。この旅行動画にぜひコメントと高評価、そしてチャンネル登録をお願いします。旅行映像シリーズ、広島山口編、本作で7本目になりました。後ろの駅名表にある通り、現在地は広島県廿日市市の宮島口駅です。この映像を撮った2024年3月5日は、残念なことですが、駅のホーム、こんな感じにひどい雨になってしまいました。それほど多くできそうにないので、今回はターゲットを絞って、この雨の中で楽しめる旅をしようと思い至りました。ここからフェリー乗り場まで少し歩くんですが、地下道もあるらしいので、まずはフェリーターミナル目指したいと思います。無事に改札を抜けました。地下通路に降りられるエレベーターを発見。誰も乗ってないですね。よかったよかった。地下1階押して閉めます。地下階でーす。わかりやすくて非常にいいですね。こんな感じで、宮島口桟橋って案内が出てます。もう少し歩かないとダメみたいです。かくして雨への耐性が高くない撮影機材を気にかけながら、慣れない道をゆっくり進んで、ようやくたどり着いたのが、宮島口旅客ターミナルです。こんな感じになっています。こちらが広島電鉄の宮島口駅です。広電さんの路面電車でここまで来ることもできたんですけど、今回18切符がしたいですので、そのまま JR さんを買わせていただいております。早速フェリー乗り場で手続きをしましょう。宮島駅フェリー乗り場って書いてあります。料金もろもろはこんな感じになってます。一応宮島入島税100円必要らしいです。18切符があればフェリーには乗れるので、入島税だけ買っていこうと思います。 IC カード対応してるみたいです。ちょっと手こずりましたけど、宮島訪問税券購入しました。これと18切符使って改札も抜けました。入島税は先に預けてしまうみたいです。うっかりしてたんですけど、荷物思いっきり預け忘れました。もうしょうがないのでこのまま乗ってしまいます。ということで、今から乗るフェリーこちらです。あと3分で出発しちゃいます。大変申し訳ないのですが、撮影当日は海外の旅行者を含めて多くの乗客がフェリーを利用しており、プライバシー保護の観点から船内の様子を撮るのは諦めました。乗船したフェリーが取った進路は、この Google マップを引用した地図の通りに反時計回りに進みながらオードリーに接近。雨の影響で画質は良くありませんが、実際にフェリーから見た厳島神社の大鳥居がこちら。それでは宮島桟橋を出発して観光地巡っていきたいと思います。補足しておくと、宮島フェリーターミナルの中はご覧のような売店や観光案内所が充実しています。
宮島、厳島といえば厳島の戦いの舞台でもあります。そのあたりも含めて散策をしていきたいと思います。早速見つけました。やっぱり厳島といったらこの方を外すわけにはいかないと思うんです。その歴史上の人物とは平清盛。記憶違いの部分あるかもしれませんが、厳島神社整備したと聞いています。平清盛の銅像の近くに確か日本三景碑あるんです。もう一つ注目したいのが厳島の戦いで毛利軍がお城を築いた鷹ヶ山です。ここで陶江春方率いる西軍と戦いました。見るのは初めてなのでワクワクしますね。本当に立派な建物がいっぱいあります。ということで商店街に入ってきたっぽいんですけど、周囲のにぎわいに刺激されてその場でひらめいたのが、次回作で取り上げたいと思う飲食店探しと許可をいただくための撮影交渉。最初の一件目は、これは一種の交渉なんですけど、お店さんでいただいたものを YouTube、Instagram とかでご紹介しても大丈夫ですか？全然大丈夫ですよ。ありがとうございます。お名前フーライドさんでいいですか？フーライドさんでお許しをいただきましたので、後ほど足を運びたいと思います。続いて直感で面白そうと感じて選んだ2軒目のお店がこちら。ちなみにご相談なんですけど、ソーシャルメディアでご紹介をしても OK ですか？大丈夫ですよ。ありがとうございます。2件目も OK をもらいました。やっぱちゃんと許可を取ってやらせていただけるのは非常に嬉しいことです。口約束とはいえほっと一安心して、改めて陶江春方が本陣を置いたとされる五重の塔を探しているうちに、いつしか宮島表参道商店街を通り過ぎ、宮島にスターバックスがあることに驚きつつ、目の前に現れたのが鳥居がありました。しばらく歩いているうちに厳島神社の象徴ともいえる大鳥居に出会いました。やはり本物は雨の中でも美しく、少しの間見入っていたら思いがけず鹿ちゃんに遭遇です。イエイ。また一つ心に残る思い出が増えました。脱線しまくってますけれども、本筋に戻りたいと思います。五重の塔を探してるんですけど、なかなか見つかりません。聞き込みをしてみますか？商店街に戻ってきました。この後一軒のお土産店さんから情報を得てようやく見つけることができました。西軍の本陣があったのがこの先らしいです。僕が知っている厳島の戦いの概要では、合戦当日厳島周辺には猛烈な嵐が吹き荒れていて、そんな悪天候を逆に利用して船で海を渡るとは陶江軍側は少しも思っていなかったらしく、さらには背後からの奇襲を受けて軍勢は完全に崩壊したそうです。ここですね。そうだ、ここだ。見つけました。これが陶江春方が本陣を置いたという場所に立っている五重塔です。意外と近いところにあった。五重塔の向かい側に立つ建物では配管ができるみたいで、いろいろここに書いてあります。今回歴史ロマン味わうのを目的にしてるんで遠慮させてもらいます。割と内容が濃くなってきたのでここで区切りにしたいと思います。ちなみに今回発生した経費は宮島訪問税券の100円のみでした。今回の旅行動画楽しんでいただけたでしょうか？ぜひコメントと高評価、そしてチャンネル登録をお願いします。次回は厳島の美味しいものたくさん取り上げたいと思います。どうぞご期待ください。それでは最後までご視聴ありがとうございました。